チャオ、あちゃんです。今日は寒いな。12月の28日土曜日です。朝10時半ぐらいです。いや、寝坊しました。いいんです、もうあちゃんは休みなんで。朝食食べます。ヒカルが朝からね、なんかね食べたらしいんだけど、あっちゃん食べるのか、食べるって言うから、なんか作ってって言うから、何作るの、何が食べたいって言ったら、何でもいいって言うから、あっちゃんが食べるやつって言うからしいたけとか入れるって言ってた、絶対無理って書いてあったけどね。でね、朝食ちゃうわ、朝食ちゃう、コウくん、久々にコウくんのピザトースト。結構前、去年ぐらいから見てくれてる人は、去年、一昨年ぐらいからね、あっちゃんはめっちゃ朝から朝食食べようってんけど、最近ちょっと食べてなくてね、久々に買ってきて、コウくん大好きで、朝食とコウくんのピザトースト、まあちょっと鉄板やってんけどね、それをしたいと思います。超久々だよね。行きましょう。もうこれはね、基本、あっちゃんがよくやるやつはこれ。ピザソースを塗って、懐かしいでしょ、昔から見てくれてる人、最近見始めた人はね、初めてやと思うんだけどね。超熟にコウくんをね、いつもは包丁でやっとってんけどね、もうハサミでいきます、めんどくさいんで、はい、こんな感じにね、適当に並べます。キッチンバサミで何でも切るあっちゃん懐かしいね、みんなね。最近見てくれた人は斬新でしょ。でもいつもあっちゃん見てたら、まあそんなもんやなってわかるでしょ。適当、めっちゃ適当人間やなって。正解です、そんな通りです。はい、よし、焼いていきます。朝からね、腸活キャベツもします。見てね、押さえてね、いつもキャベツが酢に浸かってる状態にして、空気抜いとくとね、まだいっぱいあるんでね。はい、ましょう。はい、で、ここにね、ごま。ごま。よいしょ。年末小掃除しようよね。ほんまはすりごま方がいいらしいねんけどね、すりごまないんでね、ごますり器もないんでね、
ないことないけどな。まあ、今日はセサミンパワー、今度ごますりしようね。なっちゃんはごますらないし、あれだしね、忖度一切しないけどね。リンゴスちゃん、リンゴスちゃんこうやってもう届くわ、今日も、今日届くはずや。わからん、もうない。ミルクももうない。出してきてやんねんけどね。準備でしょ。トマトジュースは準備してなかったけど、しょ、はい、パン焼けた、食べましょう。はい、焼けました。久々にね、コウ君のピザトーストで、オリーブオイルをごまかけたキャベツにちょっとかけます。はい、こんなもん。オリーブオイルまた買おうとかなあかんな。いいオリーブオイル買おうかな、またね。風味はやっぱりね、いいやつは全然ちゃうからね。この家一番使う調味料って何？一番使うの何やろ、塩かな、醤油かな。いや、あれかからん、リンゴ酢かから、毎日飲んでるから同量やん。結構減るで。いただきます。あ、ごま入ったら風味が全然違う、美味しい。ラー油は？ラー油、君だけ。しかし、ラー油作ろう。持って。うん？ラー油。誰かけんの？どこにあるの？うん。それでもラー油の商品、ちょっと抑えてきてんねん。できます。結構光るね、ラー油かけんね、なんでも。美味しい。美味しいか。開けてみよう。いや、味が変わってきます。そうですね。うん、美味しい。美味しいね。トマトジュース。シードとかさ、うん、満点つく。うん。なんでやろな。でも仮面ライダーやん。スパイダーマンとか、うん、スーパーマンとかさ、うん、バットマンとか、うん、女やのにマンとか、うん、女やったじゃん、ウーマンじゃん。なんか女のヒーローでなんとかマンっておったやん。うん、なんか、うん、待って、花が垂れていた、うん、アントマンとかさ、アントマン、あったな。今日は酸っぱい。お疲れちゃんモードかもかな。海外のゾノヒーローが大体マンツク。いや、ゾノヒーローも大体マンツク。うん、わかる。ハルクは違うけど。ハルク？見ても敵やん。うん、あれヒーローやろ。ヒーローやで。うん、何やっけ、あのハンマー使ってるやつ。ハンマー、レッキングクルー。うん、ばっかりだよ。スキャベツにストマトにピザソースに抹茶の大衆、うん、もう大衆酸っぱいやん。いい香りやでよ、うん、足の裏とか酸っぱくさそうやん。グレープフルーツの香り。脇とか首とか何やん。親父やん、カレー臭やん。これでも飲んでた、でも飲んでた。じゃあそれ入れちゃおう。ちょっとかけてみよう。
ラー油をしないから、ちょっとかけてみて。いかへんそこまで、もうちょい端っこかけたかったな。あの、すんごいな、まだ食べてないけど、すんごい香りが、確かに、だからちょっと食べたわ。いきます、辛いところ。確かに美味しいな、辛っ。辛さ、あの唐辛子、カプサイシンは体にいいからね、体温上げるのにもいいし、いいかもかな。そこで七味なんで、まあ七味にはなんか七味は美味しい。正月な、あのあそこからやろ、あの三輪さん、あそこで七味売ってんだけど買う、なんか調合してくれる七味があんねん。一味はないの？一味もある。そうか、それはええ、昔よこう取ったな、でもばあちゃんかな。いやねんな、ごまとかのさ風味はええねんけどさ、あいつとやったやねんな、あの山椒よ、山椒あいつがいいや言ったら、多分山椒抜きで調合してくれるんちゃうかな。調合し、六味やん。代わりに違うもんやねん。六味？知らん。いろんなもん入れてくれね。ペッパー。ニワさん調合してくれたかな。わからん。昔目の前で調合してくれてんで。ええよな、最近はあの商売でさ、あの。なんかとなんかをかけてな、タイとめでたいをかけてさ、めでたいとか言ってるだけでさ、売れたりすんのやろ。まあダジャレやん。昔からそんなんあってさ、今もっと激しいやんか。ちょっとかかってたらさ、あれやろ、売れんねやろ。今ね、おせち料理ってみんなそれで全部何かにかかってんの。どうせさ、あれやんか、あれ昔にナウとか流行ってたらな、ナウシカとか流行ってたやろな。うめえな。タピオカラーメンとかいうな、カロリーえげつないもん作ったりとかするんやろ。タピオカラーメン、最近の人らカロリー足りてへんから、ああいうのがな好きなのかな。そうじゃん、カロリーいっぱいやな、痩せやなあかんっていうのにさ、どうせさ人気やからってさ、あれやろ、そういう女優とかにさ飲ませに行くねやろ。なんで太るかわからないんですよって言われてもさ、テレビに出てなんか食ってるからじゃん。確かにな、どんだけ制限したかってあれやろ、そこで食うからしてな。ロケで食うからな。あ、ほんであっちゃん太ったんや。元カレ食べ歩き2回したからや、今年。元カレ太ってるわ。元カレ太ってないな。元カレ日野ぐらい太ってるわ。日野ニトン、日野のニトン。日野のニトン、ええ、はい、ということで、あっちゃんの朝ごはん、完食しました。美味しかったです。今日はなんかね、ストマトとスキャベツで酸っぱい。口がめちゃくちゃ酸っぱいねんけどね。まあ朝ごはんでする話じゃないねんけども、痩せるかもわからへん。スキャベツいい感じです。何がいい感じなのか、腸が良くなったっていうことでさせてください。またご飯じゃない時にお話します。おいしい。スキャベツが酸っぱい分ね、トマトがうまいと。
あのね、スキャベツは酸っぱいのが苦手な人はちょっとしんどいかもわからへんぐらい酸っぱいね。ほんま塩と酢だけやから。ただこのまま食べると酸っぱくてえぐいから、ちょっと改良してもらってもいいと思う。納豆と混ぜるとか、豆腐にトッピングするとか、サラダ、あとキャベツとかレタスとかを足して、いいのはね、このキャベツをベースにして、で、レタス、で、ベビーリーフ、人参、きゅうりとかと和えて、で、なんやろ、鶏ささみとかポンと乗せてサラダにして、で、もうドレッシングなし。キャベツの酸っぱさだけをドレッシングにして、風味あげんねん。オリーブオイル回しかけして、塩、胡椒をちょっとパラパラって振って、で、ごまペーストとか、なんか、まあ、すりごま。粒ごまより、やっぱりすりごまの方が風味いいから、すりごまより、ね、練りごま方がいいかもわからへんね。練りごまペーストチューブで売ってるから、でそんなんかけて、で、ちょっと、柑橘キュッて絞ったら、もうそれでね、酢が入ってる分、それを混ぜ合わしといたら、いいサラダになるんじゃん。食べやすいんちゃうかな。酸っぱみちょっとマシになって。かなり激しく酸っぱいね。うん。あーちゃんは酸っぱいの好きやから嬉しいんやけど、酸っぱいの苦手な人ってちょっときついかもわからんぐらい。ほんまに賞味酢やからね。だから酢を変えてもいいかわからんね。黒酢なんかやったらちょっとマイルド。癖あるけど、黒酢がマイルドになったり、リンゴ酢はちょっと甘いから、リンゴ酢使っても。要は、キャベツに、塩もみして浸透圧を上げたキャベツに、酢の味を入れる。それだけやね。要はキャベツって成長作用いい。で酢も成長作用もいいし、オリーブオイルは熱を入れへん。オリーブオイルっていうのはすごい体にいいからね。その組み合わせやと思うね、あっちゃんは。だから要はキャベツを塩で揉んで浸透圧上げたところに酢入れて浸透させた酸っぱいキャベツ、それにオリーブオイルをかけて食べるっていうのがね、なんだ、腸活キャベツのベースっぽかってん、調べたら。だからそこにあとはどうやってアレンジして食べやすくするかやと思うね。あっちゃんはそのままでも食べられるから食べるけど、ちょっと酸っぱいない人は何かアレンジしてみてください。うん、一回まあ作ってみて。あっちゃんはすごくいいと思う。まだね、体重に顕著に出たかとか、体型に顕著に出たかっていうのはないけども、結構ねお腹すっきりしてる。ねえ、だからいいんちゃうかなと思いました。はい、ということで今日は腸活キャベツと、腸熟に香薫を乗せたピザトーストでストマット、まあ、いつもの定番で食べました。カフェオレがね、ヒカロンが全部飲んでないから、ね、もう一回作ってきて後で飲みたいと思います。まあ、これこの後ねちょっとね動画作ったりいろいろするんでね、ゆっくりまったり、あっちゃんの休日28日土曜日過ごしたいと思います。またね、バイバイ。今日のあっちゃんの朝ごはん良かったよと思ってくれた高評価を。めっちゃ久しぶりでしょ、香薫のピザトースト。ほんまに数年見てくれてる人はあっちゃんの定番、毎日それ食べとった時期もあったもんね。はい、ということでね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ぜひぜひチャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。あともう100人ほどやんだけどね、100人、あと、100人じゃないな、あとまあ、あと90人ほどやねんけども、年末までに1万1000人乗れたら嬉しいな。皆さんのチャンネル登録、ご協力よろしくお願いします。はい、またね、バイバイ。今日も一日いい日でありますように。